インプットメソッドの例メディアを再生する中国語、総結のインプットメソッドの例インプットメソッドとは、コンピュータに文字を入力するためのソフトウェアである。オペレーティングシステムの一部として提供される場合も、ある。オーブンのキーボードから直接入力できない CJKV 文字などの入力に使用される。パソコンやワークステーションなどから、携帯情報端末。 携帯電話などにおいても使用される。パソコンでは一般にオーブンの入力はキーボードでタイプライターと同様に直接入力すればよいが日本語や中国語、朝鮮語など使用文字数が数千を超える言語の文章を入力する際にはすべての文字に一つのキーを当てはめることは非現実的である。したがって複数ストロークのキー操作で一文字を入力するなどの 仕組みが必要となり、これがインプットメソッドである。携帯電話などでは、英文入力にもキー数が不足するため、何らかの方法が必要となる。MS DOS では、多くの場合、フロントエンドプロセッサとして、キー入力に割り込む形で実装されていた。Windows では、インプットメソッドを、インプットメソッドエディタと呼び、これが定着している。現在のパソコンでは、 OS もしくは Windows システム側で文章入力を必要とするソフトウェアのためのフレームワークを提供し、それにのっとってインプットメソッドの機能が構築されている場合も多い。なお、インプットメソッドは Windows では IME、Macintosh の MacOS 日本語環境では入力プログラム Unix の XWindows システムでは X インプットメソッドというように OS ごとに異なる名称で呼ばれている。ありがとうございます。